はい、どうも。パイテオチャンネルでーす。パイテオチャンネルでーす。ソーティオです。どうも、お久しぶりでーす。ママでーす。はい、今回は。やってきましたね。はい、1年ぶりぐらいかな。1年ぶりやね。第2回。はい。買ってよかった、キャンプギア。7000。やっていきたいと思います。今回はあのパパティアもちょっと参加させていただこうかな。パパティアバージョンとママバージョンの7000、うん、1年前にやって、ぜひあのパパティアのおすすめギア7000も見てみたいっていう声がね、あのあったりなかったり、なかったですよね。なかったです、うん、私もやりたいなっていうことで今回はちょっと、うん、はい、参加させてもらうことになりました。はい、さあやりましょうか。じゃあ女性目線、男性目線のこの買ってよかった、うん、でもだいぶ違いが出るんじゃない。そうやな、うん。まあじゃあパパティアからいきましょうか。あ、私から、うん、いきますか、うん、はい、1つ目じゃあ私の買ってよかったキャンプギア1つ目、7000の1つ目はこれです。あ、それは、はい、あん時のどん、これね、ちょっと見にくいけどの布です。布コットンの上に行くやつ、うん、これ毎回引いてもね。そう、これめっちゃかっこよくて、あのアウトドアパークでベントラックスが今年初めて出店したんやんか。してましたね。でその時に見に行って、一目惚れですよ。めっちゃ欲しがったもん。そう、一瞬で撮れた。これはもう絶対に買う。いや、うん、まあこの柄はやっぱり男の子が好きですよね。毎回使ってるけど、もうほんまに飽きんで、これ洗濯できるし、うん、コットが汚れへんねん。ああ、確かに、うん、うん、で私だけそういうの持ってなかったんです、うん。はい、じゃあ一つ目はこれ、はい、ペントラックスのマットです。はい、はい、はい、じゃあ次あのママさんの一つ目の1個目お願いします。じゃあ布で対決しようかな。対決しちゃうけど、まあ対決みたいなもんやけどね。こちらペンドルトンの布です。ブランケットやね。ブランケットです。布じゃないよね、これ。ブランケットっていうかタオルケットみたいな。タオルケットみたいなね、バスタオルみたいな感じの。これいいよな、うん。これね、僕もあの使わせてもらってるんですよ。ほんまね、ほんまは嫌です。ほぼ僕が使ってるんです。使ってほしくないんですよ。これはいいです、ね、私はもうこれをずっと探し求めてて、この柄、黒基調で、はい、表裏あって両方使えて、こっちは白が白ベースみたいな。男子はやっぱりこっちが上に来るよね。まあ気分でね、白が、黒がね、上に来るよね。はい、ペンドルトン。そう、私はペンドルトンの布です。タオルケット布シリーズです。です。じゃあ2つ目。じゃあ2つ目いきますよ。はい、次のものこれね。はい、黒いシェラカップです。黒いシェラカップってめっちゃ濃い。キャンピング&アバンチュールって書いてんだけど、実際ちょっとどこのかが分からへんくて、うん、はい、いつも行ってるあのフラテリー糸さんで一目惚れして買いました、うん、黒いシェラカップです。ずっと握りしめとったもんな。そう、これめっちゃかっこよくて、もう黒見つけたらすぐ買うな、シェラカップ。柄もかっこいいね、巻き割り台みたいな。巻き割り切り株な、切り株これは日本ね、こういう柄、ね、こういう柄にちょっと最近取り憑かれてます。はい、はい、パパディアの2つ目はシェラカップ、黒いシェラカップです。はい。かっこいい。黒黒できましたね、私は。はい、じゃあ、ママさん。じゃあ、マルチグリドルです。これはかっこいい。これも毎回使ってないけどね。これはもう実はあの、パパさんが買っていかった。
なんかそう、なんかで見かけて、うん、そう、韓国でめっちゃ流行ってるって知って、これは使い勝手いいよな、うん、これ使ったらなんか他のあの鉄板が使われへんわって、鉄板がちょっとな使われていや、ほんまに手間いらずやし焦げへんねん、焦げつけへんねん。昔はなんかこんなめっちゃでかいな、うん、分厚いの、3000円ぐらいの分厚い極厚の鉄板使って、うん、うわーって言ってたけど、これ使ったらもう使われへんそう、サムギョプサル焼いてもここに油がこう落ちてくれるからいいよな、うん、ギョプサルできて焼き飯とかも作れて、でアヒージョもできて、そう、目玉焼きとかも焼けるし、すっごい便利、万能、万能や、うん、最強のお鍋もできる最強のやつです。そう、これさえあればもう何忘れても料理できる、うん、最近はもうこれしか使ってない2つ目ははい、マルチグリドルでした。マルチグリドルですね。はい、やばい、キッチン系、キッチン系、キッチン系でしたね。そう、キッチン系、キッチン系、はい、次じゃあ、3つ目、3つ目、私、3つ目いっちゃっていいですか。はい、じゃあ、私の3つ目は、こちら、ドーン。あー、これね、これです。出来上がるまで待ったよね。はい、こっちの柄がブラックスミス、はい、で、この裏がこれです。ハイキアのロゴ、オリジナルロゴの焚き火台、ガレージブランド、うん、ブラックスミスさんの、うん、ミックディーネっていう焚き火台です。へえ、それにこのオリジナルのロゴを入れてもらって、バチバチ燃えるんですよ、ね、うん、確かにすごいめっちゃ燃えるよな。そう、だからこれ薪割りがいらんのですよね。めっちゃいつも太いのバコバコ、太いのバコバコ入れてもらってんねんで、そこのな、この、わかる、この経年劣化、このサビを楽しむ、すごい錆びてきてるやろ、いい感じに、うん、それすらも楽しめるっていう万能焚き火台最強。あ、燃え方がすごいよな。もう最強、燃え方もあれやし、うん、使い勝手いいし、うん、錆びれば錆びるほど味が出るし、うん、すごいんですよこれ。はい、私の3つ目は焚き火台、焚き火台でした。ブラックスミスさんのです。ママさんの3つ目お願いします。こんなもう爆弾落とそうか。爆弾出た。はい、こちら、まあオイルランタンが初めてやねんけど、先に手に入れたのがこちらの、あの星空っていうホヤなんですけど、テントスさんのオリジナルホヤ、あの撮影の時に見かけてもう一目惚れして、綺麗すぎて、これでも実際今、うん、めちゃくちゃ青いやん。うん、つけたらすごいもん。そう、もうほんま、はい、真っ青やねんけど、つけた時の映像がこちらです。どうぞ。あの青がこの鮮やかなこの星空に変わるこの色、ほんとすごいですよね。うん、ほんまにすごい、めちゃくちゃ綺麗やんな。めちゃ綺麗、もうそれに感動して、もう外でもぜひ、雨でもテントの中で星空が見える、うん、そう、優れものですよね。そう、はい、でこんな感じですっごい綺麗かったから、もう思い切ってオイルランタン買うて、はい、大正解でした。 これを買ってしまったがためにもう一つあるっすよね、あれダイヤグローブっていうのが出してて、そう、それもめっちゃかっこよくて欲しいよな。そう、それつけるためにあの黒金のデイツ買わなって思いますね。うまい、素晴らしい、素晴らしいギアですねこれは。はい、星空でした。3つ目、はい、3つ目、星空、ランタン系できたっすか。はい、4つ目、はい、じゃあ私4つ目、はい、そっちがもうオイルランタン系で来るなら出すしかないでしょうこれ行くでしょそれ、繋がる、はい、こちら、はい、ドーン、これです。ファゴット、ファゴット、これ巻きバッグ、うん、
フラテンリートさんのね、フラテンリートさんのオリジナルの巻きバッグ、巻きバッグなんですよ。で、これな、うん、さっきのね、うん、ミックディーネがちょうどそう、すっぽり入るサイズに作られてて、うんうん、ここに焚き火台入れて、さらにそこから薪を入れて、うん、こうね、がっつり持っていくっていう、これがね、ほんと丈夫で、かわいいんですよね。このタグが、見ますね、このタグです。タグついてる商品にめっぽいある。ファゴット。ファゴットね。これです。もう初めから欲しい言ってたもんね。そう、ずっと欲しかった。うん、こう職人さんがな、一個一個手作りしてくれてるから。そう。もう、すごい頑丈。丸山商店さん。大阪の丸山商店。9号ハンプ使ってるんですよね、これ。めちゃくちゃ丈夫で。丈夫。これずっと使ってるけど、もう一切破れない。はい、4つ目はパゴット巻きバッグです。はい、いい仕事するね。よいしょ。じゃあママさん、4つ目お願いします。まあじゃあ次は私、あのランタンつながりで、こちらコロニスタのコンペイトです。イエーイ。このコンペイトがね、私もうずっと欲しかったんやけど、なかなかこれ売ってなくて、で、あのキャンプセールスさんで抽選販売するっていうことで、私思い切って応募したんですよ。してましたね。で、3色あって、全部3色とも応募したんやけど、当たったのがこちら赤色。よかったっすよね。うん、これでもほんまに俺も、え、このめっちゃ高いやんか、これ、うん、言っても、うん、そんな値段出すのと思って、実際まあ当たらへんやろと思って、うんうん、3つずつぐらいやったら、うん、当たるはずがないと思って、そう応募したら当たって、実際使った時の映像がこちらです。どうぞ。どうぞ。ほんま綺麗やんな。ほんまに綺麗。ほんで、あの私クマ班長っていう方が作られたこのランタン班がとセットで使うのがめっちゃ好きで、かわいいよね、めっちゃ似合うねん、かわいいねん。そう、こちら素晴らしい。中をさ、あのこのレッドレンダーじゃなくて、うん、このゴールゼロ の、うん、あのピンクのやつ、あ、はいはい、かぶせてさ、うん、やった時にこの光り方がめちゃくちゃエロくて、うん、みんながあのランタンのこの写真のけてエロい、エモいって言ってる意味が、はい、やっとわかりました。はい。はい、こちらね、4つ目はコロニスタのコンペイトですね。はい、でした。はい、はい、はい、5個目、セットで、セットでいいですか。はい、セットで、このワンセットで見てほしいんですけど、5個目、これね、はい、この外のイレギュラーレターバーナー、バーナーのカスタムセット、カスタムセットですね。この滑り止めグリップ、うん、と、うん、点火アシスト、はい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 、うん、で、このつまみ、うん、ホームファクトリー、はい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 、うんうん、このカスタムとこの C&CPH シミカンカバー黒の防水レーザー、うん、これです。これでだいぶ使いやすくなったよな。そう、滑らへんくて点火もめっちゃ楽なってん、うんうんうん、で、CB 缶カバーはずっと持ってなくて、あー確かに、うん、なんかあのチャムスのなんかお茶買った時にこうついてきたやつ、ついてくるチャムス、あのペットボトルカバーみたいな、そう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 。チャムスのやつをずっと使っててまあまあ、うん、ちょっとさすがにちょっと CB 缶カバー欲しいなと思って、うん、どれがいいんかなってこういろいろ見た時に、ちょうどね、真っ黒やしな、真っ黒で、あのゴールドでも使ってるでしょ。おー、シーアンドシーンね。ほんでタグがな、ここのまた、そうタグがね、またついてるんですよ。エロいタグが、わかんねえです。はい、うん、私の5つ目はまあカスタムパーツと、はい、はい、外のね、真っ黒にしてみました。なるほど。はい、はい、じゃあママのママさんの5個目は何でしょうか。5個目はこちら
はい、じゃん、出たフェデカのバークランプスタンドシステム。こちら、これはね、ここにキーのね、スタンドのあの、なんていうの、台座と、台座と、まああの真鍮の、真鍮スタンドと、これがやったらあのコーヒーのあれを受けるです、ね、まあ組み立てたらこうなります。どうぞ、こんな感じです。これが、ね、そうっすよね、ずっと欲しかって、私コーヒー入れるときに、まあどんだけかっこいいコーヒースタンドというかね、あれがあるんかなって思って一目惚れしとってんけど、今まで、ケネックスだったっけ、はい、なんかめっちゃでかい、うん、あのガラスのね、あれも、あれよかったけど、そう、持ち運びが、そう、なんせかさばるかさばるで、気使うかさばる、なんか洗いにくい、そう、なんか洗いにくかったから。でもフェデカはずっと欲しくて、高級感がすごいもんな、うん、でも高かったからちょっと気が引けててんけど、やっぱりあのコーヒーのね、アウトドアブレンドを飲むにあたって、これはもう買いましょうっていうことで、うん、これはもう大正解のやつです、フェデカ。はい、はい、じゃあママさん、5つ目が5つ目がフェデカのバースさんのセットということで、はい、はい、でした、でした。じゃあ6個目、どうぞ。じゃじゃん、お、スタンレー、スタンレーのコーヒーポットみたいな感じです。うん、保温ポットみたいなね。そう、これね、はい、フェデカの、うん、まあ、コーヒースタンドセット、うん、買うにあたって、はい、受けるやつね、いるじゃないですか、コーヒー受けるやつね、受けるやつもいるし、上のドリップするやつもいるし、はいはいはい、で、これめちゃくちゃ、うん、え、何がいいやろうってなんかすっごいいろいろ探して、うん、たどり着いたのがこれなんですよ、スタンレー、はい、スタンレー、ね、唯一持ってるスタンレー、なかなかないねんな、これ売ってなかったよな、この形が、うん、で、これか、見かけたんが What We Want 北海道のな、ガレージブランドの家具屋さんが、はいはい、ガラミの、うん、商品をめっちゃ使ってる人がいて、北海道に、ほう、で、動画とかもなんか作ってて、へぇ、で、その人のインスタ見てたら、うん、こいつがちょこちょこ出てて、 あ、そうなんや、そう、で、これなんなんと思って、うん、めちゃくちゃ調べて、多分普通にスタンレー、なんか真空マグみたいな、そんな感じで探したらあんま出てけへんや、うん、そう、で、めっちゃ探してるんですけど、これなんですよ、はい、マネです。またマネ。その人はこっちに、あ、このスタンレーのとこ隠して、ネイルデザインのステッカーをバチンって貼っとったんや、そう、だから今はネイルデザインのステッカーを探してるんです。そこも真似するんです。はい、6個目、スタンレー、6個目はスタンレーの、うん、マグです。マグ、はい、はい、です。じゃあ私6個はね、ほぼ黒やな。じゃあ、はい、ママさんの6個目、6個目お願いします。はい、こちら、じゃーん、エスカルゴのマットです。エスカルゴマット、カタツムリやもんな。はい、こちらはもうね、間違いない、めっちゃペラペラに見えんねんけど、ほんまに底付き感がないんよ。オーシンさんがね、そう、福井県の会社のオーシンさんが、あの作ってる、これエアーラッセルっていう、そう、これだけの動画を上げるほど私はもうこれを気に入って、こちら自分で買いました。確かにいいよな。これめっちゃいいね、ほんまに。ほんで、水洗いとかできるし、ジャバジャバ洗えるから、めっちゃいいし。良さはだから、使った、使い込んでるママさんにしか分かんないですよ。これは、どんだけいいかっていうと、子供がずるいっていうぐらい。ママだけずるいっていうぐらい、寝心地が最高なのよ。もうだって、どんなボコボコの地面でも、これ引いたら、もう全然、もう、スッて寝れるし、地べたで寝れるやん。じゃあそうやで、の、うん、全然 OK。 そういうスタイルにもチャレンジしてみたいな。そうやな。ほんで、あれやん、夏とかも汗かけへんねん、これを、すごい通気性がいいから、これだけで寝れんねん。
ってことで気に入ってます。エスカルゴマット皆さんもぜひ。6個目はエスカルゴマットでした。じゃあ最後やね。はい、いよいよ最後いきますか。はい、7個目、はい、7個目出されへんやろ。まあちょっとチャラッとだけ。はい、はい、小物より、はい、パパティアオの7個目は、はい、こちら。もちろん7個目の付属品のこちらです。 16FT ルードです。おめでとう。言うと思ったけどな。うん、ルードベース最強のテント、ルードベースね。実際に貼ってる動画はこちらです。はい、どうぞ。ほんまな、このフォルムよ、このフォルム。男心をもうほんまくすぐってくるこのフォルム。秘密基地感がすごいやん。男ってちっちゃい時も大人になっても秘密基地が好きなんよ、うん、そういう生き物なんよ。もうほんまでも軍隊やんな。男は憧れるんよ。中から軍人出てくるよな。軍隊に憧れるんよ。まあ私あれやけど、あのオウムみたいな。全然オウム感は1ミリもないよ。オウムみたいな。え、全然虫だ。オウムダウム虫やんそれ。ダウム虫やん。これなんていうんですかね、見た目なんですよ。見た目だけなん。ほんでね、あの右上にね右上にこれ見てください。これ、はい、タグついてるよね。あ、はいはい、はい、右後ろ後方へ見てください。これタグついてるじゃん。タグがついてるんですよ。あの縫い付けてあるやつな。そう、タグにめちゃくちゃ弱いんや。タグな。タグがあったな。そんなん言うたら全員アウトだって。タグついてるやん。ついてんな、うん。でもあれはついてないな、サバティカルは。サバティカルはもうあれ、うん、印刷やな。だからやっぱり全員アーツの方に行っちゃったよね。うん、タグで。タグない。結局タグない、うん。そう、だからもう、私にもう、一番の気に入りはこの 16FT のルートベースです。雨で濡れた時はもう、災難やけど。あれやばかったな、ほんまに。マジでやばい。雨の時は二度と払いの時な。もう、逃げにします。逃げます。いやいや、なあ、そういう使い方もあるもんな、うん、テントはな。うん、じゃあ、このパパティアの7個目は、はい。中国 FT のテント。ルートベース、テントでした。はい。じゃあ、行きましょうか、ママさんの。まあ、それ言い出したらね、私はもう当然、こちらですよ。はい、サバティカルの、モーニングロです。モーニンググローリー TG。 こちらは、はい、実際に貼った映像がこちらです。ダダー。いやー、やっぱ来ましたか。もうモーニングロはね、ずっと欲しくて、まあ多分6回目ぐらいで抽選当たったんかな。長かったね。長かった、うん、去年からずっと覚えてた。好きやな、モーニングロ。モーニングロ好きや。モーニングロはね、やっぱあのソロとか、あのデュオとか最高やね。で、分かれるんかな。どうなんすかね。え、めっちゃ重いやん、ちっちゃいのに。いや、でもあれやで、めっちゃ重いね。で、冬がでもすごいんやな。そう薪ストの、もう今日はあのワンポールの薪ストの、あのおこわりキャンプね。そうだから、もうぜひ今年は楽しみたいですね。そう、全員圧の薪ストめちゃくちゃ寒かったもんな。あれあかんで。どうしてもやっぱこう余計なティッシュじゃないから、どうしてもこうすごい開けちゃうんだな。もう5分おきにこう全ての空気が入れ替わるから。まあ結束使うんやったらティッシュや。楽しみですね、冬が。冬が楽しみの点やな、もう。そうそうそう、だからもうこれから楽しみで仕方がない。いや、まあでもソロの方がいいやね。ファミリーやったらさ無理や。めっちゃ狭かったもん。用意って3人や。そうやな、うん。冬、おこもりキャンプしてくださいよ、ということで、うん、ずっとこもっとく。私はルートベースでずっとお互い、あの、こもり同士で取れるじゃないですか。別々の別にやんな。そう、別々の薪ストが1個しかないからね。うん、はい、サバティカル、モーニンググローリーでした。知事でしょ。はい、まあ、
以上で7戦お互い終わりましたけども、やりましたね、1年ぶりに、はい、なんか変わりましたかね、1年ぶり、1年前はちょっと何を紹介してたか、いや、ガラッと変わったんじゃないですかね、1年前は何だったかな、なんかハイドラパックシーカーとか、あおー、ランタンシェードとか、ほう、あ、ランタンシェード今も使ってる、栄養クーラーとか、このテーブルとか、まだ、あ、1年もまだ使ってる、現役で使ってるテーブルね、やっぱその時にいいって言ってたやつはずっと使ってる、そうですね、確かに、うん、そうそう、なあ、だからもう多分ずっと使うと思うよ、今日言ったやつも、まあ使うやろうな、うん、そういうことですよ、7000っていうことは、まあ、また1年後どうなってるかやりましょう、もう全く変わってないかもしれない、そう、もしかしたらもうこれに落ち着いてしまうかもしれないけどな、何も増えてないかもしれない、ギアか、はい、はい、じゃあ以上で、以上ですね、はい、買ってよかったギア7000パパ編ママ編お送りしましたどうでしたでしょうか、いかがだったんでしょうかまあ1年後またできたらやりましょうね、じゃあ今回の動画はこれで終わりたいと思います、はい、最後までご視聴ありがとうございました、チャンネル登録とグッドボタンどうぞお願いします、じゃあ皆さん最後はバイセンキューで終わりましょうか、はい、じゃあ皆さん最後までご視聴ありがとうございます、じゃあ次回の動画で会いましょう、バイセンキュー